本の落とし物発見システムを紹介した動画が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は落とし物が戻ってくるという日本ならではの理由に海外が興味津々の話題です。海外、これが日本だ。皆様が何か落とし物をしてもきっとそれは戻ってきます。お金の入ったお財布でも、昨年1年間だけでも3000万ドル以上も現金が落とし物として警察に届けられました。世界各国の旅行者7万5000人への最新のアンケートでも、東京は世界一安全な街とされました。おもてなしで話題になった滝川クリステルさんのスピーチでは、日本の治安の良さをこんな風に紹介しました。昨年の落とし物として届けられた現金は約38億8400万円に上り、そのうち約 73% の28億4400万円が持ち主に戻ったことが警視庁のまとめで明らかになりました。これだけ多くの現金が届けられ持ち主に返還されるということは、多くの外国人さんにとっては信じられないようです。さて、そんな日本での落とし物についてその理由を詳しく紹介した動画が海外で話題になっていました。その動画の概要は以下の通りです。動画の概要。携帯や財布を置き忘れても東京なら安心。なぜなら落とし物発見率は世界一だからさ。でもどうして日本の落とし物発見システムがそれほど成功してるのだろうか。まず落とし物を届けるのがすごく簡単だからさ。駅には交番というものがあり、届け物は2週間警察署で保管される。交番勤務の警察官の話によると、交番に誰かが落とし物を届けると、小さなものや価値のないものでも持ち主の元に届けられるよう拾得届を作成します。平日ですと30件ほど届けられますとのことだ。その後、落とし主が見つからない場合は遺失物センターに送られる。そこは6階建てで90万点以上の落とし物が保管されている。センター所長の話では、落とし物検索システムとは、法令に従ってインターネット上で落とし物を公表しているシステムです。おおむねアクセス数は1日5000件以上閲覧されています。誰にも渡すことができなかった落とし物については東京都のものになります。昨年1年間拾得された現金は38億8400万円でした。そのうちの28億4400万円が返還され、返還率は 73% でした。一番返還率が低いものは傘で、これは 0.9% です。私が今までで見た変わった落とし物は、例えば入れ歯でしょうか。日本で落とし物が戻ってくる確率が高い理由は、日本人は落とし物を拾ったら交番や警察に届けるということを小さい頃から教えられて育っているという文化があるからと考えていますとのことだ。このように現金が詰まった財布ですら高確率で戻ってくる。傘はそうでもないらしいが、インフラがあるとはいえ効率的な返却システムも東京の人たちだからこそ可能なことだ。だから落とし物を見つけたら東京では必ず交番に届けよう。以上が動画の概要です。この話題に海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。また実際の動画の URL は説明欄に貼っておきますので、後ほどご覧ください。海外の反応。あー、うちの国にもあればいいのにな。高信頼の社会と多様性の少なさが鍵だね。日本の社会システムには驚かされっぱなしだよ。このシステムがメキシコで機能することは想像できない。これは日本でしか機能しないだろうね。ほぼ 100% マスクをしてるね。教育システムがまともだとこうなるのかな。
西洋では拾ったものは俺のものって教えてるのにね。うちの国では道端で携帯を拾ったら儲け者だけどね。日本は多様性が強みでないことの証拠だよ。今のアメリカの真逆って感じだね。ジョージ・フロイドの名のもとに泥棒だらけになってるよ。これはアホみたいだね。他の国では落とし物は eBay で見つかるのに。どうして東京では落とし物が見つかるのか。答え、誠実だから。全体的のモラルがあって善良で働き者の警察官や公務員がいるからだよ。日本、落とし物は届ける。米国、落とし物はもらう。ここに行って他人が落とし物を受け取ることはできないの？できるけど日本人はやらないよ。自分のものでない落とし物を届けるようないい人たちだしね。だから落とし物の返却率が高いんだよ。うちの学校は落とし物はすべてゴミ箱行きだというのに。行方知れずの父親を届ければ探してくれる気がするがね。このビデオはこち亀ってアニメを思い出すよ。アメリカも見習いよな。うちの国では一度落としたら二度と戻ってこないよ。どれくらいの期間保管してるの？3年前になくした傘とかでも戻ってくるの？お金の入った財布が高確率で戻ってくるってさ、マジで賢い人たちのいる賢い国だよな。昨年の夏、家族で日本に行った時に駅で iPhone をなくしたら、確かに駅で保管されてたよ。でもどうしていいことはいつも日本なの？世界はもっと日本みたいにならないとダメだよ。またしても日本は世界よりも10年先を行っていた。持ち主が見つからなかったアイテム用のショップをオープンすればいいのに。安い傘をぜひ買いたいな。アメリカは警察が間違って家に突入してきて発砲しても報告書すら書かないというのにね。どこかの誰かが入れ歯をなくしてるんだね。これは本当に地球にある場所なの？信じられないが、これが日本だ。日本が最もクールで平和な場所だと思うのはこういう部分だね。これは日本が好きだという理由の膨大なリストの一つに過ぎないよ。日本は高い教育を受けているね。整頓技術がすごいな。ここで余剰となった傘が他国で売られているのはこういうことだったのか。落としたお金がきちんと落とし主に戻るなんて。日本の社会は全ての国が規範とするべき文化の価値や一生懸命働くこと、誠実さ。緑の傘を全部買いたい。あの警察官のしてる G-SHOCK が欲しい。日本人は観光客としても最高だし、日本に来た観光客へのおもてなしも最高だ。日本のシステムは非常に知的だね。賢いし、街を安全にするようにしっかり考えてる。すごく親切で落ち着いてる。日本にブラボーを送りたい。まさか、入れ歯か。遺失物センターに行ってみたい。自分が住んでるところだったら絶対にありえないな。住民、警官、遺失物センター全てが無理。日本を尊敬するよ。インドだったら警察に落とし物を持って行ったら警官が着服するぞ。落とし物が戻ってくる確率はゼロだ。世界にはもっと日本のような場所が必要だ。こういう遺失物センターが機能する社会を作り上げたということなんだろうね。アメリカの学校だったら子供たちは落とし物コーナーを全然チェックしないし、もしくは誰かに取られてしまう。日本のように誠実な国が他にあるだろうか。
アメリカには遺失物はない、見つけた人が手に入れるだけだ。日本人は最善を尽くすから、日本の文化は世界最高だ。このシステムは2050年だったら世界中で機能するかもね。俺の傘があった。日本の社会には驚かされっぱなしだ。札幌でクレジットカードや住民カードを入れた財布をなくしたことがある。交番に行っていくつか質問に答えたら、その日のうちに帰ってきたんだ。これは道徳の指針がいい社会だからだろうね。それ抜きでは成り立たない。日本大好き。みんな一生に一度は行くべきだよ。落とし物を返すためだけに、これだけの人たちが一生懸命取り組んでいるというのが素晴らしいよね。落とした入れ歯は無事持ち主の元に戻ったのかな。日本のシステムは本当に魔法みたいだ。アニメで覚えた日本語をついに使う時が来た。すごい。以上が海外の反応です。外国人さんからは絶賛のコメントばかりでしたね。落とし物が戻ってくるというこの治安の良さは、世界に誇れる日本の凄さの一つのようです。やはり家庭や学校での幼い頃からの道徳教育がいいようです。日本人から見れば当たり前のことも、外国人さんには新鮮に映るのですね。今回も日本人でよかったって心から思いました。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。